動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。ソロモンプログラムやっていきましょう。多分1週間、2週間ぶりかな。いや、でも1週間あげるのはちょっと1週間ぶりかな。先週あげたっけ。多分ちょっと1週遅れてると思う。さあ、やっていきましょう。秋大竹丸が無断でディープマイニングしていたようだ。ダメでしょ。無断はダメだよ。秋大竹丸が、地下第、724階4層へ行ってきたようだ。はい。生きのいい奴らがいたからよ、ちっと暴れてきた。暴れてきちゃったか。でもね、勝手に行っちゃダメだよ、本当ね。無断はダメだよ。ちゃんとね、行き先をちゃんと告げてから行かないとね、迷子にどっか行方不明になったのかなっていうね、心配するじゃない、みんなね。だからね、そういうのは無断はやっぱダメだね。ね、ちゃんとね、どっか遊びに行くときはね、お父さんお母さんにちゃんとあそこへ行きます、ここへ行きますって、誰々とね遊びに行きますっていうのをちゃんと言ってから出かけるように、皆さんいたしましょうね。特に小さい子なんかね。はい、ディープマイニング見ていきましょう。何の話をしとるんじゃ。はい、リザルトが、しまった。まあまあだな。しまった。今週のピックアップ見るの忘れ、今回のピックアップ見るの忘れてた。そうだ、リザルト画面すると見れなくなる。いやー、参った。デッキ&カスタムの方はどうかな。アッキー大竹丸がちょっとなんかできそうだね。フレーズ覚醒、プロフェッサー、コープ。そうだ、確かなんかよく。ノーマルがあった。じゃあ合成します。お、力が強くなりましたね。まあでもこうやってノーマルとかかぶったら合成して強くなれるっていうのはいいですね。無駄がなくて助かります。で、これが、じゃあ猫さんフレーズ確保しましょう。やったぜ。攻撃のコマンドが増えたって。足りないね。ゴールドが足りないんですね。フレーズ覚醒、こっち全然やってなかった、ごめんね。そりゃね、無断でマイニングに出かけたくなるわな。一気に広がったようで能力的には何も強化ができない。分回しは必要だね。広範囲攻撃を持っているのは今のところこいつだけなんだ。ほらほら、全員まとめてぶっ飛ばしてやら。分回しは結構役に立つ。ただまあ初期の段階ではっていうところですね。あ、なくなったな。 LP がなくなりましたね。あ、もう800しかない。ミキソリスト、お、なんだ。ああ。合成できるね。マージ。変わんねえ。で、これをマージすると、アンコモンをマージすると、アンコモンプラス。ちょっと小さくプラスって出てますね。
これでようやくちょっと上がったね。いいじゃねえよ、いいじゃねえ。移動んで HP が増えた、運が増えた、素早さが増えるだけ。っていうかお前積極的に戦わねえだろ。石投げ、射程3、力5、無属性、物理攻撃。意外と射程が長いやつを持ってるんだね。こいつ、こいつ育て切ったら何すげえ強くなるのかな。スーパーロボット対戦とかで、ボスボロットっていう最弱の機体があるんですよ。もう完全にですね、ほぼほぼ空も飛ばないし徒歩だし移動力も少ないんですけど、移動力も少なくて命中率もかなり弱いんですけど、その命中率さえなんとか なれば、あの攻撃当たれば強いって、命中率を上げて攻撃力を上げたら、結構強くなるっていう期待があります。それみたいに強くなるのか。ちょっとそういう試しにね、こいつを育ててみよう。フレーズ覚醒は強そう。こう最も近い、あ、足りない、うんこ漏らすくせに、うんこ漏らすくせに、こいつ一丁前になんかLP が足りないとか言いやがって。これはまあ、そういや俺インストール使ってなかった。でインストールされました。とはいえね、とはいえね合成をね重ねて一つにしてったらインストール、僕が勝利に導いた。合成をしていったらもうたった一つになるのでインストールが自動的にされちゃうんだよね。違う、こっち、あー足りない。味方クルーを対象にする回復技だね。これでさ、味方キングを対象にする、味方クルーを対象にするってしてさ、味方に攻撃仕掛けてったらさひどいもんだよね。てかそうだ、回復技持ってねえよな、こいつ。回復魔法持ってねえよな。回復魔法持ってねえのになんで味方対象にするの、わからん。なんなんだろうな。チーフですよ。マジマジマジーローっつってね、とりあえずはこんなところかな。さあ、準備は完了いたしましたのでフラッシュバックダンジョンに行ってみましょうか。私イズバーニング、あーよく寝たっていうか寝すぎた。ヴァンパイアイラ、何なんかテイストの違うやつが出てきたんだけど、どうしようか。じゃあ猫さんキングお願いします。猫さんはそりゃキングだよね、みんな大好き猫さんはキングだよ。にゃんこキングだよ。
ちイラ。怒ってるの。何言って？そんなの全部よ、全部。なんだよ、知らねえよ。お前が怒ってるなんて知らねえよ。さて、始めるぜ。初めて会ったやつに私怒ってるのって言われてもね、知らんがなっていう話やね。好きにここに。あ、しまった。なんかね、配置を失敗しちゃうんだよね。よろしく。どうしてなんだろうな、なんで配置を失敗しちゃうんだろう。行くぞ。いや、忍者まだいいよ。はっ。さっき大竹丸がまだ出撃できない。大竹さん。オーケー、行くわよ。大竹さん、動いてください。行くぜ。大竹さんを紹介したいんで、もうちょっと待ってもらえますかね。これ大竹さん、召喚する前に終わってしまうな。終わってしまうか。あ、いや、でも2対1強いぞ。マイ、主にあだなす者は切る。なんかビジュアルの、ヴァンパイア、ビジュアルのテイストが違うんだけど。俺様はいつでも行けるぜ。やった、大竹さん、大竹さん来ましたね。大竹さん来ましたよ。ごめんね、猫さん、そこにいてね。よこ、本気のロックを聞かせてあげる。ラブイズバーニン。あれ、コラボキャラとかこういうのじゃない。うわ、め、マジで。そう、範囲攻撃かい。しゃあ、いくぜ。さあ、やってもらいましょう、儀式。しまいだ。オラ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 。くたばれ。何すんのよ。この肉体も借り物だから。借り物なの。憎み、戦うの、徹底的に。なんでだよ。何も悪いことしないだろう。猫さんに謝れ。あんたが本当いい子でよかった。そうじゃなきゃ殺してる。物騒だな。猫と和解しろ。こっちは猫さんだぞ。まあでもなんかいい、自分のブッキングは自分でやるからね。ああ、何、個人営業っていうこと。ということはあれか、さっきのやつは個人事務所で活動しているアイドルということ。アイドルなの？歌手なの？ユニットリスト見てみましょう。ヴァンパイアイ。何なのよ。グレーズ学園の一覧を見てみましょう。シャウト、自分の周囲1マスに力 1.1 の、無属性ブレス攻撃。でこれは？あー、なるほど、 1.2 ね。あ、 1.5 1.5 え、シャウト、アラウト、アラウト、ラウド、シャウト、アラ、シャウトアウトラウド、シャウトアウトラウド、自分の周囲2マスに、力 1.5 の無属性ブレス攻撃2マス。あれ、悪鬼大竹丸の、大竹さんの、大竹さんの分回しってどんなんだ。射程1ですね。周囲2マス。あ、強いな。そう考えると、そうか、大竹さん、大竹さんの攻撃力、攻撃力で見ると難しいのよ、ロックをやるってのは。だから大竹さんのことを考えるの、と比べるとこいつ強いですね。 1.5 だもんね。
大竹さん、あの 1.2 が最高ですからね。しかもあの同じ周囲にいますね。はあ、こいつは鍛えれば強くなるね。で、あーまあいいや、ノーマルのあれは移動攻撃可能、移動攻撃可能対象を選択する。はあ、移動攻撃もできるのか。いやー、なんか強いやつに会えましたね。まあランクはノーマルですけど、シンガーインザダー、必殺技のあれは見れない。いや、見れるかもしれないけど。さあ、じゃあどうしよっか。アッキーを打たれた。マスが今儀式が4マスで、アッキー大竹丸が4マス、アッキー大竹丸が4マスで召喚できるね、あの大型になりますね。最大召喚マスってどのくらいなんだろうな。多分儀式や大竹さんより上のマスのやつはいるんじゃないかと思う。もう一回り大きいやつはいるんじゃないかと思うんですけども。そうだな、ちょっと忍者を入れ替えて、デッキコストが上限に達したためこれ以上ユニットを追加できません。あー、オーバーすんのか、コストオーバーだな。ということは、ん、外すじゃん、外すじゃん、これあ、ダメか、足りないかい。よい、じゃあ大竹さんコスト高いもんな。あ、なんかよか、試しにこいつ使ってみたいんだよな。よろしく。そう考えると猫さん、考えると猫さんの攻撃、よく、あーでも射程1か。プレスがあるでしょ。あー違うわ、そうかそうか。プレス周囲2マス、アッキー大竹丸のもっかい見てみましょう。まあ、プレースバックじゃないです、メカニズムとか、メカニズム最初に見ればいい。そしたらあの分かりやすい。ね、周囲2マス分回すでしょ。何？メカニズムで、これはもう常時周囲、あ、範囲攻撃だからな。ダーク単体に、射程2の魔、あ、こういうのも、こういうのも持ってるのか。あ、やっぱこいつ強いな。今の俺のこのデッキメンバーの中で相田さんは強いですね。強い方ですね。結構上位になりますね。儀式は基本的に一応まああの主人公格だからあんまり外したくはないんだ。儀式は入れておきたいんだ。で、猫さんが
ブレス、あれブレスって範囲攻撃だったっけ、多分範囲攻撃だったと思うけどな。ヴァンパイアイラはあのアッキュー大竹丸と比べるとあのアイラさんの方が強いんだよ。でアッキュー大竹丸は猫さんと比べるとまあそれは大竹さんの方が強いわけ。ただコストを考えるとアイラさんと、大竹さんと比べると猫さんの方がコストも良くて、攻撃範囲も広いんで結構デッキの組み合わせに関してのフットワークがいいんですよね。とりあえずこれでいっか。まあでもアイラさんの力を見てみたいですね。パスワードマッチ、そうか、パスワードマッチ、でもやんないよ、パスワード知らないもん。さあというわけでハックバトルをやっていきましょう。マッチング中って頑張るあなたをマッチング、なんだ、ビタミンスウマッチング、あの CM まだ今やってんの、もうやってないだ。そもそもビタミン数マッチがまだ売ってるのかどうかっていうのはちょっとわかんない。最近見かけないな。もう売ってない。もう売ってないのかな。ね、来ました。L。L 知っているか。死神はリンゴを食べると。チーズを選択。さあ誰を、対象にしようかな。まあ本来はね、いつも通りだったら猫さんなんだけど今回忍者を。弱敗ながら務めさせていただく。はい。忍者を、キングにして置いておきましょう。めっちゃ前線におるやんけ。さあスタートしました。魂は燃えてる。さあ早速アイラさんが、出撃可能ですね。さて始めるぜ。おう、アッキー大竹丸と比べると出撃が早いんで戦力、一番最初の回戦の時の戦力としては十分ですね。相手は結構あれですね。行くわよ。行くぜ。マイ。相手は結構手数を多くしてます。猫さんまだ召喚できない。我らはこの地の人。行くぞ。補助スキルです。さあカエルが来た。おっと、これ。おお、持ちこたえた。アイラさん持ちこたえた。よろしく。お、いいぞ。でもあの黒いやつ強いな。なんだ。残念。残念、儀式。儀式が攻撃できず。必殺って言ってもそこで必殺打てねえ。さあ猫さん出撃ですよ。我が切り札の猫さん。そろそろ敵の大将も動いてくる。我らはこの地の人。行くぞ。敵の大将のスキルのモーションさ、
あれ海外の確かアメリカンフットボールかなんか、何すんのよ、ハーフタイムショーのあれでしょ。行くぜ。あれっぽいんだけどな、違うか。やがれ、アイラさんが倒れてしまいましたね。ちょっとフィールドが悪かったかな。ここからが見せどころ、マイル。忍者は張り切らなくていいよ。待って、突撃しないで。おめえバカ、おめえバカ、突撃すんなっつうの。やったぜ猫さん、栄光の命を遂げる。どないや。手はさせぬ。あー、儀式が一撃でやられた。厳しい。そう、不滅なんだから。さあ再びアイラさんの出番でございますが、これ主にあだなす者は切る。いやこれはダメですね。もはやここまででござる。そうか、いやダメですね。忍者がダメっていうことじゃないんですよ。ああいうフィールド、障害物のあるフィールドに関しては確かにね、コストが低いやつの方が、あのサイズが小さいやつの方が有利なんだけども、サイズの低いやつを、対象にしてしまった場合、耐久力に問題があって、で、簡単にすり抜け、細いところ行ってしまって、サイズの大きい強いやつがですね、援護に向かえないっていうことになりまして、でしかも道を塞い、こいつ、なんだ、サイズの大きいやつは障害物があると片方の道を塞いでしまう。そうなると総攻撃的なのは難しくなる。いや出す順番もあれだな。何なのよ。一旦全部外して、改めてユニットを作り直しましょう。まずトップバッターを誰にするかな。今まで儀式、そのまま儀式入れてたんだけども、行動範囲がそのま、行動順番がそのままに影響されてしまうので、なるべく最初は小さいやつを入れておきたいんですよね。あーやば、時間が。そうですね、じゃあとりあえずトップバッターとして猫さんを入れて、で次に簡易攻撃のあるアイラさん、よろしく。んでその次に、その次に、儀式だな。儀式を入れて、で最後、最後さっきやって分かったの、さっきやって思い知ったのが、大将は
大将に選ぶやつは自分の陣地に自分の陣地を出ないやつの方がいいということで、そうなると今のメンバーの俺の今のメンバーの中でそれの条件を満たすのが天狗石しかいないんだよ。ああ、面倒くせえな。うっせえよバーク。面倒くせえじゃねえんだよ。でこいつは陣地のところでうんこ漏らしてもらって、ね、忍者、他のやつ使いたいと思ったけどやっぱり忍者はな。他と比べるともう忍者とか魔法使いはほぼほぼいらないかなになっちゃう。じゃあこれを最後ちょっとハックバトルで、メンバーのこの出来具合を見ていきましょう。でそれで今回は終了としたいと思います。さあ最後の相手誰が来るかな。マッチング中、マッチング中、アドマッチング天国ってね。ハックバトルはオンラインでマッチしたマッチングした相手とバトルをするぜ。さあ来ました。イカゴ5。ああ、少しちょっと前の俺と同じデッキです。ということは悪いな。漏らせよもうそこで漏らせ。やだよ。漏らしながら逃げ回れ。漏らしながら逃げ回る。最悪だな。あれ。私イズバーニング。あんたの魂は燃えてる。ああ、召喚スピードは違うのか。参ったな。相手が動かない。いや動いた。意識は一回置いといて猫さんを出したい。ちょっとこれはまずいな。またおひねりこよい。まだまだまだお前のおひねりはまだだ。さあ猫さんやってまいりましたね。相手も猫さんを出してきましたね。うーん、相手の方が一体多い。どうかな。行くよ。ダーク。おーやった。あ、でも相手硬い。まいったな。相手硬いと。はい。どうしてやろうか。おひねりこよい。じゃあひねってもらおうか。あーしまった。儀式が出せない。とりあえず相手が硬いのでパワーを上げてもらおう。さあ猫さん、あー猫さん届かない。さあ猫さん来たぞ。相手の猫さんが来ましたね。あ、うっそ。あ、いやいや、うっそじゃない。オーケー、行くわよ。それでよかった。あー、もう一歩前に行ってほしかったな。もう一歩前に進んでほしかったな。一歩前っていう感じね。なんだなんだ、ちょっと嫌な予感するな。これでしまいだ。オラ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 。くたばれ。あー猫さん、猫さんやられてしまった。
さて始めるぜ。さあここで真打ち登場。そろそろ秋大竹丸が動き出すね。ここでアイラさんが、あ、まだ持ちこたえた。よし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 。ラブイズバーニン。アイラさんもうちょっと前に出てほしい。よし、猫さんを撃破。そしてここで相手の儀式がどっちへ向くか。いくぜ。いや、待機ですね。さあその間にこっちが攻撃を仕掛けていく。とどめだ。お、ここで相手の忍者が動く。ああ、これは暗殺剣お願い。これはもう耐えきれないか。ああ、俺様キングの通りだぜ。さあキング出てきたぞ。どうしてやろうか。いきなりさ、あいつらが勝手にやったんですわ。おひげにこよい。まだひねらないね。まだない。さあ猫さん出撃ですよ。はい、出撃。アイラ様まだ召喚できない。相手の儀式が動く。どうだ、持ちこたえられなかった。これはまずいぞ、これはまずいぞ。とどめだ。さあ忍者が動いた。だがそこまで相手の、オラオラ、全員まとめてぶっ飛ばしてやら。お、猫さん、猫さん持ちこたえた。おひげにこよい。ひねるか。あ、ごめんごめん。あーちょ、あやい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 、あ、いける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 。にゃん、危ねえ。さあ猫さんのブレスが、お、いいぞいいぞ。これで忍者はまだ倒せない。相手は猫さんを召喚。さあこちらもアイラさんを召喚ですね。じゃあなんであれ1マスだけ相手に、あ、そうか、猫さんが浮いてる。猫さん置いてる。相手の儀式は動かない。忍者がどっち、アイラさんを攻撃する。暗殺剣お願い。何すんのよ。え、あ、一撃は痛い。あー、これ来た。オラオラ、大竹丸がぶん回す。あー、漏らしやがった。漏らした、漏らしてしまった。あー、いやー、ちょっとレベルがね、レベルって概念あったか、レベルって概念ないよ。いや、レベルって概念はないんだけど、あれですね、レアリティですね。レアリティが低かったためにやられてしまったかっていう感じですね。
まあ相手が強かったっていうことですかね。まああとうまくいやどうしようもないかまあでもね、最初のところでアイラさんがもう一歩前に行って忍者も巻き込んでくれればちょっとは変わったかなとは思うんですけど、ここはまあちょっとあれですね、しばらくハックバトルでいやハックバトルかフラッシュバックダンジョンやってきて、キャラクターを強化していきたいと思いますね。さあというわけでディープマイニングやっていきましょう。ディープマイニングをやって今回は終了となりますね。お、マイニング用のデッキ&カスタム力になってあげてもユニットを入れ替えてアイラさんよろしく。猫さんも行って入れ替えてどうしようかな。ああ、めんどくせえな。来て行ってこいバカ。じゃあ、今回もね60時間あ同じか。じゃあこっちにしようか。深い層、広大な空間 L サイズのユニットの学習に向いている。あーそうなんだ、今更だけど。いや、でっかく広くやっていこう。ということは L サイズがあるっていうことはもう一回りでかいやつがいるっていうことですね、はい、さあというわけでですね、まあ今回最後ハックバトルとかなんかハックバトル2回やってみたんですけど、まあちょっとですねフィールドとの相性、あとですねまあちょっと初めての新キャラ使ってやってみたんですけど、順番の召喚の順のですね、ちょっと戦略ミスとかがちょっとあったかなと思いますね。まあ相手の手数が多かったっていうのもありますね。こっちの手数が少なかった。次回は頑張ってなんとか勝利を、収めていきたいと思います。それでは今回はこの辺でバイバイ。